はい、メダ家族どうです。いつもご視聴誠にありがとうございます。全身体内光の入ったこの改良中のメダカ、いや完成してきましたね。途中なんですけど、これもまだこのなんていうか、透明感のある体に体内光、ゴールドに輝くこの体内、そして表面のブルー、体外に散りばめられたこの光、最高ですね。そして側面は光ってる状態、後から側面の光も見ていただくんですけど、こんな感じです。素晴らしい、すごいな。これは本当綺麗なんですよ。この子たちのさらに次の世代生まれてますんで、少しご覧いただきます。この子たちです。この子たちがさっきのメダカの子供になります。しっかりと体内光が入ってますね。遺伝がちゃんとされています。同じような、体色になったんじゃないかなと思います。そこで F3 か、 F3 なので、で固定率の方がかなりぐんと上がってきて、今どれぐらいかな、 80% とかになるのかな、でこのタイプと、あとは透明輪のタイプと、あとは細かく分けるとまた何種類かになっちゃうんですけど、一番目指したいところのメダカはまた違うんですけど、そこに、行くまでがまだ時間がかかりそうな感じがしますね。じゃあちょっと天気も良くなってきたので、側面からの光をご覧いただきます。何度かご覧いただいてるんですけど、また違った感じに、この季節、秋が深まってきた時に若干また違ってきてるかもしれないので、私も1ヶ月ぶりぐらいかな、見てないので見てみたいと思います。はい、光の当たるところに移動しました。こんな風に側面にパーッと全身光が反射します。金属的な光、そしてヒレの方もみゆきの光ですね、みゆき的な光がこう入っているというメダカです。また上から見た時とは違う表情を見せてくれますね。めちゃくちゃいい、すごいね。これやっぱこう底の方から見ても光ってる、すごいなこれね。光物すごいわ、めっちゃ綺麗なんですよこれが、ただの銀色じゃなくてブルーな感じですね。でラメも、この光の中にラメも入ってる、そんなメダカですね。上から見るとこんな感じ、透明の容器で上から見るとまた違う表情がありますね。体内の黒い色素、若干散りばめられた感じですね。これまた中が、体内が真っ黒のバージョンというのも今後できると思います。
また違うメダカになってくると思いますけど、まあ黒百式に近いのかなと、その辺では、うん、ただやっぱり私の目指してる母親が、目指してる感じなんですけど、母親のその感じにはまだ遠いなという感じはありますね。大概こうが背中にバシッと乗ってくるはずなんですけど、まあそういうタイプも出てるので、その辺をまた選別して淘汰していったら完成するかもしれないですね。まあまだ、来年の秋頃できてるかできてないかという感じか、成功しているか失敗しているかですね。わかんないです、それはまだわかんない。なんとかうまく作りたいです。水温が低いのでやっぱ動きが鈍いですね。全く動かない、変化がないですね。今一番反射が、効率よく反射が起こっている場所に、よくわかる場所に角度に変えました。すごいな。全く画像処理とか、手を加えていない状態でこんな感じに反射します。それでラメもしっかりと見えるんですね。不思議ですよね。ちゃんと鱗一枚一枚光ってるのに、なおかつラメも、ラメとこの鱗のなんというか光沢の、金属的な光沢、これまた別物だということなんでしょうか。もしかするとこの体の体色に、なんというかラメをびっしり乗せた場合、ものすごい厚みのある金属的な光に変化する可能性もあるのかなと、そういう可能性を、秘めている、そういうメダカですね。角度によってはラメしか見えない角度もあるので、どうなってるんだろう、不思議。その辺詳しい方コメントよろしくお願いいたします。なかなか分かんないですね、私には。見てみたいですね、このヒレナガバージョンとかスワローとか、あとダルマとか、いろいろ見てみたい、そんなメダカです。